はい、お薬出しとくで、おじいさん。毎朝の体操忘れたらあかんで。あんたは今日は元気そうやな。風邪はすっかり治ったみたいやな。お父さん、そろそろ休憩にせえへん。お茶入れてきたで。おおきにじゃ。大丈夫か？お茶入れるとき火傷してへんか？心配しすぎや。もう子供ちゃうんやし、これぐらい普通にできるで。息子が成長して嬉しいわ。なんか外が騒がしいな。先生、助けてくれ。バケモンが暴れとるんや。怪我人が何十人も出とる。なんやあのバケモン。大変や。ジャンは隠れとき、父ちゃんはみんなを診療所に連れてくる。みんなこっちや。無事なもんは協力して怪我人を診療所に運ぶんや。頼むで。お父さんは隠れときって言うたけど、こんなんあかん。自分もなんかせな。あれは、はよ逃げな。診療所に避難や。みんな気をしっかり持ちや。後で絶対直したるからな。異形兵が暴れているようですね。こうしてはいられません。村人たちを助けなくては。無事ですか？異形兵は私たちが倒します。皆さんは逃げてください。ありがとうございます。何人か逃げ遅れて。最善を尽くします。できるだけ多くの方を守りましょう。助けてくださったらお礼を差し上げます。どうか村のみんなをお願いします。診療所まで運べへん怪我人がいっぱいおる。一人では治療しきれへんな。お父さん、手伝いに来たで。手分けしてみんなを治療しよう。じゃあなんで来たんや。隠れとき言うたのに。みんなが危ないのに自分だけ隠れるなんて、そんなんできるわけないわ。だって自分はお父さんの尊敬するお医者さんの息子なんやもん。よう言うようになったな、あちゃん。あった、協力してくれるか。
迷わないぞ。緊張したぞ。平和のため戦おう。私だって承知しました。お役に立つかどうかわからへんけど、これ使ってください。承知しましたわ。神龍様のために。僕ですね。そして泣きそうだ。紋章の導きです。命ある限り
蹴立つ。はい。失礼いたしました。かすり傷だ。やっく。よし。撃ち取った。よし、この場所は危ないです。早く逃げてください。自分は医者の息子や、怪我してる人たちを助けるまで逃げられへん。医者の、そうなのですね。まだ幼いのに立派な志です。わかりました。ではあなたに力を貸します。共に村の皆さんを助けましょう。協力してくれるんか。ありがとう。自分の名前はジャン。よろしゅう頼みます。安心してよ。
多くだったかい。何でも言うで。知らせてくれて大きに。あのこれを使ってください。私が持ってても使いこなせへんから、軍人さんに役立ててもらえたら嬉しいわ。行き先はどこだ。やっ、見ていてくれましたか。すごい、化け物が全部おらんくなってるで。ああ、助かったんやな。あんたらのおかげや、ありがとう。
皆さんが無事で本当に良かったです。私も安心しました。これはお礼です。ほんまにありがとうございました。ほらじゃん、ちゃんと俺言いや。村を救ってくれてありがとうな。こちらこそ協力してくれてありがとうございます。よく頑張りましたね、じゃん。あ、そういえば聞き忘れてた。あなたのお名前は？すみません、申し遅れましたね。私は神竜です。神竜様、あのリトスの血の。えらい無礼な口調、すみませんでした。いいんですよ、気にしないでください。そんな立派な方がなんでこんなとこに？旅をしているんです。邪竜を倒し世界を平和にするための。世界を？ほな無礼ついでに自分も神竜様の旅に連れて行ってもらえませんか？何を言い出すんや急に。じゃあどうしたんや？自分は医者としてみんなを救えるようになるのが夢や。今でもそれは変わっとらん。せやけど気持ちだけやと足りへん。さっきみたいな戦場では治す前に死んでも、神竜様についていけばきっと戦いながら治す力が身につく、そう思うんや。そうは言うても迷惑やろ、偉大なお方に。ちゃんが一緒に行くと足手まといや。足手まといだなんてとんでもない。さっきの働きぶり見事でした。ちゃんが望むのなら構いませんよ。もちろんご両親は心配だと思いますが。神竜様がここまでおっしゃってくださってるんなら、どうかこの子をよろしゅうお願いします。ほんまか？ほんまに送り出すんか？お父さん心配せんといて、一生会えへんわけとちゃうんや。次に会う時は絶対に立派なお医者さんになってるから。そんな目ができるようになったんか。もう大人なんやな。わかったわじゃん、頑張ってき。目いっぱい学んで帰ってくるんやで。うん、おおきに。お父さんお母さん、神竜様、これからよろしゅうお願いします。こちらこそ、じゃん。頼りにしていますよ。はい。
ありがとうございます。おおきに。頼みます。それじゃあ、すごいな。ですね。クロエ、お目覚めですね。おはようございます。またですか。私の寝ている姿をずっと見ていたのですね。はい、申し訳ございません。外で居眠りをしてしまった時はそっとしておいてください。祭壇で起こされる時とは違って、目を覚ました時驚いてしまうので。私も神竜様を驚かせたくはありませんわ。ですが、千年もの間眠り続けた神竜様はおとぎ話の登場人物そのものですから、その寝姿はあまりにも神々しく、どうしても眺めていたくて。気持ちはわかりました。でも寝顔がきっと情けないので。
そんなことはありませんけれど。そうだわ。ではこういうのはいかがですか。目覚めた時に私がいる、その状態が普通になれば驚きませんよね。ですのでこれからは毎晩一緒に眠るという方法も。却下です。まあ残念です。はい、今日はどうしようか。
体と相談して決めてくれ。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。大丈夫、続けることに意味があるんだ。また一緒に鍛錬しよう。どうも。お互い怪我せんようにしましょう。お相手願おう。やっ、何する。手合わせできただけで光栄やわ。ジャンです。なんや緊張するな。クロエがお相手いたします。はい、おい、はっ、はっ、手合わせできただけで光栄やわ。舞台になるといいけど。鍛錬開始か。次こそは勝つんだから。フィレネ王国第一王女セリーヌ、神官セリカ、参ります。倒られてしまったわね。話したいことがたくさんあったはずなのに、こうして目の前にするとなかなか言葉が出てこないわ。私も同じよ、セリーヌ。焦らずにゆっくりお互いのことを話していきましょう。
綺麗にしてほしいな。また君とこんな時間を過ごしたいな。丁寧に扱ってくれると嬉しいな。君とこうして過ごす時間は悪くない。今日の走り込みはこの辺にしておきましょう。エーティエさん、お疲れ様。グロンさん、どうされたのですか？今日はエーティエさんのためにこれを作ってきたんだ。何ですか、この瓶に入ったものは。僕が作ったピクルスだよ。疲労回復にとってもいいんだ。さあ、一つ食べてみて。わかりました。ではお言葉に甘えて、いただきますわ。もう美味しい。適度な酸味がたまりませんわね。そう言ってもらえてよかった。エーティエさんの健康を考えて、調味料の分量とかを調整して特別に作ったものなんだ。あら、私のために特別に。うん、でもそれだけじゃないんだよ。おいしくなーれ、エーティエさんにぴったりのピクルスになーれって願いも込めてるの。そんな、嬉しいですわ。なんて優しいお方でしょう。じゃあ瓶ごと渡しておくね。おかわりが欲しくなったら言って。わかりましたわ。こんなにしていただいて感謝です。ブシロンさん、今日こそ観念してくださいな。観念？何の話だ？あなたの筋肉についてですわ。ブシロンさんはどんな筋肉増強剤をご愛んで？またその話か。そういったものは飲んでいないぞ。嘘はいいんですな。どうか白状してくださいな。嘘などついていない。俺は筋肉がつきやすい体質なんだ。ただそれだけのこと。本当にそうでしょうか？実は私、ブシロンさんのことを密かに観察させていただきましたの。え、そうなのか。あなたは朝の鍛錬が済んだら、あとはずっと釣りか読書。私が走り込みをしている間もずっとぼーっと釣りか読書をしているだけ。それでそんな恵まれた体格になれるはずがございません。何か素晴らしいものを飲んでいるに違いありませんわ。まさか危険な薬物ですの？だとしたら厳罰ですわよ。そんなもの飲むわけないだろう。本当に何もしていない。まったく、こんなことで問答を続けていたらアルフレッド様の進化として妙な噂が立つだろう。俺はもう行く。またな、エティ。絶対におかしいですわ。あのクロエさん。あら、じゃあ私に何か用かしら。用っていうほどでもないんやけど、気になってることがあって。気になること？この胃薬を受け取ってほしいんや。まあありがとう。でも私特に悪いところはないんだけど、どうして胃薬をくれたのかしら。いつも決体なもん食べとるから、
お腹を壊すのも時間の問題や思て私が珍味ばかり食べているから心配してくれたのね。でも安心して、私の胃袋はとても丈夫なのよ。そうなんや。でも油断は禁物やで。この前は得体の知れへん目玉みたいなんを口いっぱいに頬張ってたやないか。あんなんどう見ても体に悪いに決まってるで。あれとても美味しいのよ。薬のお礼に今度お裾分けするわね。いや、その気持ちだけで十分や。何にせよ気ぃつけてな。病気は何よりも怖いんやで。ええ、わかったわ。ありがとう、ジャン。もう少し北上すれば指輪のある祠に着くよ。景色が変わってきましたね。ブロディア王国との国境に近づいている証さ。ブロディアには険しい土地が多いからね。村も少なくなってきましたし、指輪の保管場所には最適ですね。ここから北は寒さもあってどんどん住みにくい地帯になっていく。歩いている者も全くいないだろう。はい、確かに辺りには誰も。いますね。何？うろ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 。本当だ。泣いていらっしゃいます。何か悲しいことがあったんでしょうか。胸の痛む光景だ。王族としてフィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない。声をかけに行こう。待ってください。私としたことがなんてミスを。そこの君、こんなところで泣いているとは。何かお困りかい？いや、やはり驚きますよね。
急に声をおかけしてごめんなさい。ヤッピー、助けが現れましたぞ。え、先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。人もおらぬし、すっかり困り果てており。ああ、私めはユナカと申す者です。お二人ともヨロピッピー。ヨロピッピー、へえ、流行りの挨拶か。軽快な発音だ。それでユナカ、落とし物って何だい？このような形でこのように湾曲し、黄色とわずかな橙色を施した言葉を話す指輪です。言葉を話す指輪？まあ信じられないかもしれませんが。信じます。もしかしたら紋章師の指輪かもしれません。詳しく話を聞かせてくれ。指輪は何を話していたんだい？確か神竜のところに行きたいとかなんとか。私のところに？ あなたが神竜ですと？はい、申し遅れてすみません。私は神竜。そして僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。な神竜にフィレネ王子？それは出会い頭に告げてくだされ。心臓が止まるかと思った。すまなかったね。それでユナカはどうしてその指輪を持っていたんですか？私めは旅をしているのですが、国境近くで突然女人の声が聞こえてきたのです。助けて、私を見つけて。あなたのすぐ足元にいるの。突然の声真似がすごいのですが、似てるかどうかがわからないのが悔やまれます。指輪を拾ってみれば。今度は私を神竜様のところにと言うではありませんか。ですが私めは神竜がどこにいるか分かりませぬ。頼まれても困りますと申し上げたところ、指輪が道案内を申し出てくださり、まずはフィレネ王都に向かうことになったというわけです。確かにここからリトスの地を目指すのなら王都に行くのが一番早いね。しかし途中で賊に襲われ全力疾走し、いつの間にか指輪がいなくなっており、どこかで落としたんだ。シクシクとなっている。まさにその時、お二方が来てくださったのです。話を聞く限り、ユナカが持っていたのは紋章師の指輪の可能性が高そうですね。もし暁の巫女の指輪なら、いつの間にか祠から出されていたということになりますが。別の指輪が持ち込まれたという可能性もある。どちらにせよ実物を確認した方がいいね。ユナカ、その指輪一緒に探させてください。なんと、神竜氏が見つけてくだされば指輪も大喜びですぞ。まずはユナカが逃げてきた道を戻りましょう。ありませんね、指輪。誰かに拾われてしまったのですかな。軍全員で見て歩いているから見落としはないはずだけれど。賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね。無論、ここを通る際指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており。どうしました？配送に賊の姿が。え、私めを追いかけ回した賊どもであれば指輪を拾っている可能性がありますな。確かめに行きましょう。すっかり占拠されているな。ここを根城にしているのか。やはり奴らは先ほどの賊どもです。もしやとは思いますが、誰かが拾ってたい。見つけましたぞ。本当ですか？ええ、あのこわもての者が持っている金属、間違いなく私めが拾った指輪です。どうだい神竜様、紋章師の指輪かい？距離がありすぎてすみません、よくわからないです。ユナカ、よくあんな遠くのものが見えますね。暗殺者は目がいいから。暗殺者？うわ、観察者！
実は私目は観察者なのでござるよ。いろんなものをこうじーっと、目の良さなら任せてくだされ。それよりここからいかがいたしますか。すべきことは2つに増えたと思うのですが。指輪の奪還と賊の討伐ですね。本来の目的をおろそかにはできないが、民たちにあだなすものを野放しにもできない。であれば手分けして向かいませぬか。皆で行動すると目立つゆえ、指輪の奪還には少数で向かうべきかと、私めに良き考えがあるのですよ。わかりました。では診療士は私めと共に。よしよし、ここからなら指輪を持っている輩に近づけますぞ。こんな道を見つけるなんてさすがです。真っ暗で辺りがよく見えませんね。暗がりに敵が潜んでいるかもしれません。気をつけないと。そのような時は私めにお任せくだされ。私めは目が良いので、暗闇や濃霧でも人一倍視界が広いのですぞ。しかし松明を手に入れられれば、神竜士も私めのように視界良好となるでしょうな。いましたぞ。このまま奇襲と参りましょう。わかりました。お願い、どうか私を神竜様のところへ。高そうな指輪を拾っちまったぜ。払ったらいい金になるかもな。お頭には内緒にしたかった。この人には声が届かないみたい。困ったわね。指輪の声がしましたぞ。あれは紋章師の指輪で間違いありません。ユナが取り戻すために協力してくれますか。キーなこと。元よりそのためにこのように二人して潜んでいるのでは。ありがとうございます。それからユナカのモノマネ結構似ていたんですね。照れますな。指輪を取り戻せました。癒せ暁のエンブレム。
私は紋章師ミカヤ。この先のイメージが勝利へと変わったのを感じるわ。やはり暁の巫女の指輪でしたね。ユナカ、この指輪をあなたに託します。私に？族の討伐に付き合わせてしまいますが、この指輪を託すのはあなたがふさわしいです。紋章師ミカヤと協力し共に戦ってくれますか？もちろんです。精一杯頑張りますとも。ユナカ、回復は私に任せて。私といれば杖が使えるわ。君のためなら。覚悟はあるわ。花園はどちらに？迷わないぞ。奴らに気づかれたようですが、明かりが消されてしまいました。しかし消されたら付け直せば良いだけのこと。視野を確保し進みましょうぞ。撃ち取った。
なさらず。やっ、行きます。手強いですね。こちらが。オープン。ひるむことはない。助け出す。
めたしめでたし。まだ行けません。はい、ありがとう。目線いただきました。
ました。この村の奴らなんざずっと前に皆殺しにしてやったぜ。ありがとうございます。必ずお守り。
なんとか片付きました。指輪を回収できたのはユナカのおかげですね。あなたが拾ってくれなかったら今頃私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。さっきの賊たちでしょうか。あのどうしました。私めは皆に謝らなくては。実は指輪は拾ったのではなく私めが祠から持ち出したのです。え、旅の資金が欲しくて祠を見つけた時金品の類があるかもと思ったのです。中に入って三ヶ谷の呼びかけが聞こえ導かれるままに指輪を見つけ高く売れそうだと思って持ち出してしまったのです。ごめんなさい。そうだったんですね。神竜氏とアルフレッド氏が王族だと知りついあのような嘘を。私めも先ほどの賊たちと同じ。いかなる罰でも与えてくだされ。売ろうと思ったのかい、この指輪を。はい。だが君はそうしなかった。本当に売りたかったのなら神竜様が指輪を託した時にそのまま一人で逃げることだってできたのに。暗闇の中あれだけ目が利くのなら僕たちを巻くことはたやすかっただろう。それなのに命の危険もある中最後まで戦ってくれたのはなぜだ。それは三ヶ谷氏を助けたいと思ったからです。最初は売ろうと思っていたのに話していると情が湧いてしまって、会いたがっていた神竜と共にいてほしいと。これだけは嘘偽りのない気持ちです。ユナカは私に優しくしてくれたわ。共に戦った時も温かなイメージが流れ込んできた。邪竜の復活を感じて目覚めた私が誰かに呼びかけたのは初めてだったの。こうして巻き込んでしまったのは私のせいよ。ユナカは悪くないわ。事情は分かったよ。しかしユナカが嘘をついたのは事実だ。このフィレネ王国内で王族に嘘をついた者にお咎めなしというわけにはいかない。どのような罰でも甘んじて受け入れましょう。その覚悟があるのなら私たちに力を貸してください。実は私たち旅をしているんです。指輪を集めて邪竜を倒すための旅を。なのですみませんがその命を私たちに預けてくれませんか。というのはいかがでしょうアルフレッド。いい考えだ。僕らの軍はまだ旅立ったばかりで戦力に乏しいからね。ユナカほどの実力者がいてくれると助かる。わかりました。私めは精一杯頑張ります。ありがとうございますお二人とも。じゃあ決まりですね。ユナカ氏ヨロピッピ。え、こちらこそヨロピッピですぞ神竜氏。仲間も増えたことですし先を急ぎましょうか。このまま国境を越えてブロディアに行くんですよね。ああ、城を建つ時母上がブロディア王に書簡を送ってくれた。神竜様を連れて国を訪れることはそろそろ王の耳にも入るはずだよ。ブロディア王国、一体どんな国なんでしょう。お礼を申し上げまする。はあ、
あれ、あそこにいるのってもしかして。すみません。え、やっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよね。こんなところで会うなんて偶然だね。また会えて嬉しいです。この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか？私、旅をしてるんだ。探してる人がいて。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したくて。兄弟を。そうですか。家族と離れ離れなのは辛いですね。何か手がかりはあるんですか？ううん、すごく小さい頃に会ったきりだから顔もほとんど覚えてない。でもね、もらったものがあるの。これ。綺麗な石ですね。私のお守り。これがあれば絶対に会えるって信じてるんだ。素敵です。私も信じますよ。ベイルが兄弟とまた会えることを。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。こんなのいつものことだよ。結構深い傷じゃないですか。包帯を巻いておきますね。ありがとう。ごめんね、私なんかに。この前助けてもらったお礼です。気にしないでください。それに私たちはもう友達でしょ。友達を助けるのは当然のことです。友達？もしかして嫌でしたか？違うの、私嬉しくて。友達ができるなんて夢みたいで。それにこんな風に優しくしてもらったのもいつぶりだろう。それってどういう。ごめんなさい、もう行かなきゃ。ベイル、包帯ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい、また会えるといいですね。
も走り込みですの。ようこそいらっしゃいました。食も鍛錬、腕が鳴りますわね。え、それ調理器具は軽すぎますわ。美味しくできましたの。体に良さそうな味がするね。美味しいですな。持ち運んで鍛錬してくださいまし。神竜様、おはよう。おはようございます、アルフレッド。とても素敵な笑顔ですけど、何か嬉しいことでもあったんですか？もちろんあったさ。今朝は気分のいい鍛錬ができたし、いつもより早く走り込みが終わった。その上、こうして君の顔を見られたからね。とても幸せな気分だよ。もうからかわないでください。本当にそう思っているんだ。友達の顔を見られたら幸せな気持ちになるだろう。そうですね、とても嬉しい気持ちになります。僕も同じさ。ところで何か不便は感じていないかい？目覚めてから時間が経ったとはいえ、まだ慣れないこともあるだろう。不自由に思うことがあれば言ってほしい。そうですね、今は特にありませんよ。ならよかった。でも本当に遠慮はしないでくれ。リトスから旅立つ直前、神竜様は僕に友達としていろいろ教えてほしいと言ってくれただろう。あの言葉とても嬉しくてね。友としてできることは何でもしたいんだ。私もその言葉嬉しく思います。ありがとうございます、アルフレッド。神竜様、大丈夫ですか？ブシロン、突然どうしたんですか？あ、いえ、すみません。どことなく疲れていらっしゃるように見えたもので。よくわかりましたね。実は今、なんとなく体がだるくって。それはいけませんね。食事はちゃんと取れていますか？しっかり食べています。睡眠は？たくさん寝ていると思います。食事も睡眠も問題ないのに体がだるい。もしかしたら心労が原因かもしれませんね。心労？はい、戦をしているとどうしても心に負担がかかってきますから。神竜様は心労を発散する方法はお持ちですか？考えたこともなかったです。ブシロンには何か発散法があるのですか？ええ、いくつか。誰もいない山の中に分け入り、清流でのんびりと釣りをするとか。へえ、
楽しそうです。私も試してみたいです。ではよろしければ俺と一緒に試されてみますか。気に入るものがあればこれから使えるかもしれません。はい、ぜひお願いします。都合のいい時に誘ってください。ブシロン。ユナカ、今日も大活躍でしたね。やっぴー、新粒子に褒められて私ね感激ですぞ。その戦闘力は並大抵のものではありません。傭兵でもやっていたのではないですか。傭兵？そうですぞ。さすが新粒子、よくわかりましたな。それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。そうですな。それなりには。やっぱり。もしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。今度聞いてみることにします。それはおやめください。どうしてですか。すみません、話を合わせてしまったのですが、私め傭兵などはやっていないのです。え？すみません、また嘘をついてしまい。しかし過去のことを聞かれるとどうしても。ごめんなさい新粒子。私はあなたに褒められるようなちゃんとした人間ではないのです。本日はこれにて失礼。ユナカ。バンドレさん、言われた通り書簡を預かってきたよ。そうか、そこへ置いておいてくれ。書簡を開く用に紙切りナイフを置いとくね。ああ、ありがとう。クラン、次はこの荷物を届けてくれ。荷物だね、了解だよ。やれやれ、次は書簡の返信か。この年になっても事務作業が多くて嫌になる。どうした。うん、なんでもないよ。神竜様に仕える仕事は忙しい。ボケっとしている時間はないぞ。はい、分かったら早く荷物を届けに行くんだ。いつもいつも雑用ばかり。僕はもっと森人のお仕事がしたいのに。クラン、何か言ったか。別に何も言ってないよ。それじゃあ行ってくるね。おはようセリーヌ。今日も鍛錬に成果出ますね。穴掘りで鍛錬するのはいささか斬新すぎますけれど、それにそんなに深く掘るなんて他の方に迷惑では。セリーヌ、これは鍛錬ではないのさ。だから深さもこれでいい。いや、もっと深く掘らねばならない。一体どういうことですか。朝食を作ってくれている人たちが水が少し足りないと言っていたのを聞いてね。だからこうして井戸を掘っているところなんだよ。え、あのですねお兄様、お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか、その手があったか。なら早速川に向かうことにしよう。助言をありがとうセリーヌ。はあ、国にいた頃からずっと思っていたけれど、お兄様は見た目が蛮族の方が中身と合っていると思うわ。